7月4日、未章たちの発芽状況です。ついにというか、ここに来てカビが出始めました。ここ、パキポディウム電子フローラム、1つ、2つ、カビが生えてます。そしてこちら、パキポディウムの電子カウレ、ここもカビですね。これは取り除いておきます。なんでカビが生え始めたかというと、実はちょっと蓋をして加湿気味にしちゃっていたのですが、それが良くなかったのかもしれないですね。あとこうざっと見ると電子カウレの方はもうこれ以上は発芽が望めそうにもないですね。ここちょっと芽が出てこのまま成長していくかと思いきやここで止まっちゃってますし、これどうだろうな、難しいかな。こっちの電子フローラムは一つ日に当てているんでポッと取り出していますが、芽が出てるのが1、2、3かな。立ち上がりつつあるのが1、2ですね。双葉が出てるのが1、2、3、4、そして今ここの抜けてるところ外に出してるのが、双葉が出てるのが4つ、なので合わせて8個。子っていうのかな、相変わらず数え方ってどうなんでしょうね、よくわかんないんですけど、とりあえず8です。さて一方電子カウレの方は芽が出てるのは1個なのですが、もうこれ先ほども言った通りこれ以上はちょっと難しいかもしれないですね。で双葉が出てるのが1つ以上です。そしてパキポディウム、サキュレンタム、こっちはなかなか今回調子がいいですね。芽が出てるのが1、2、3ですね。立ち上がりつつあるのが1といったところでしょうか。双葉が出てるのが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12です。やっぱりここのグループは発芽の兆候もないし、ちょっと調子悪いですね。これとか、これとか、ちょっとひっくり返っちゃってるので、ちゃんと植え替えをした方がいいでしょうかね。ひっくり返っていたのは、起こしてあげました。この2つ、丸型のポットは、そろそろ日の光に当ててもいいかなと思うので、もうここから取り出します。それではこの2つのサキュレンタム、日の光に当てていきます。といっても今日はちょっと曇ってるんで、いきなり日の光を浴びさせるっていうことではないですけどね。あとちゃんとラベル貼らないと分かんなくなっちゃいますね。日の光に当てるとか言いつつ今日は曇ってるんで植物育成ライトに当てています。今日は7月7日七夕様、第2回種まきをしてから13日目、ちょっと間が空いちゃったんですけど、成長報告。まずこちらはサキュレンタムですね。双葉が出てるのが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、双葉が出てるのが13、芽が出てるのが1、2、3といったところでしょうか。立ち上がってるのがなしですね。でこちらが、ラベルしてないんですけども電子フローラム、双葉が出てるのが1、2、3、4、5、6、7、8、9、9で、芽が出てるのが1以上ですね。立ち上がってるのが0。こちらが電子カウレ、双葉が出てるのが1、芽が出てるのが0といったところで、少し前までは成長の良かったポットはこのIKEA で買ってきたノイグに入れてもう日の光に当てていたのですが、全体的に見てわかるように第1回と比べると発芽率が結構いいので、もうこのトレイごと日に当てるように、路線変更しました。ということで第2回の発種は、発芽率についてはそろそろまとめてもいいかなってところでしょうかね。このサキュレンタムのここのグループは全然発芽しなかったですね。
電子カウリについては種が割れて芽が出始めたのがいくつかあったのですが、そのまま成長が止まっちゃったって感じですね。最終的に残ったのがこの双葉が生えてる1個だけといったところです。後でちゃんとまとめますが、6月25日に行った第2回目のハッシュの発芽率はまあまあそこそこ良かったんじゃないかなと思います。このように狭い方のベランダに置いておきます。ここであれば午前中ほんの少し日の光に当たるので、強すぎる光を浴びるということもないんじゃないかと思いますけど、今日はなんか曇ってますね。まあいいでしょう。台風4号から変わった熱帯低気圧、関東地方においてはあまり大きな影響もなかったようです。急遽取り込んだこの辺の植物たちをまたベランダに持っていこうかと思うんですが、このゴーヤちゃん、ベランダのフェンスにいい感じに巻きついていたのを無理やり剥がしたのにご機嫌を損ねたのか。このガジュマルくんとパキラちゃんにもう巻きついてる。ちょっとっていうか、たった1日とちょっとだけなんですけれども、こんなに巻きつきが早いのか。すごいなゴーヤちゃん、がっつり巻きついちゃってるので剥がすの大変。まあいいや、とりあえずこの辺の植物たちをベランダに持っていきます。ということでベランダに持ってきてフェンスに立てかけて、自由気ままにまたツルを巻きつけられるようにしておきました。これで機嫌直してくれるかな。さてたっぷり水もあげないと。ハラペーノちゃんにも水をたっぷり。なんとなくうちに来てからこの実が大きくなってきてるような気はするんですよね。こっちも。あとできれば本当は花をつけてほしいんだけど、ちょっと花つきそうにもないですね。持ってくる途中で花が2つ落ちちゃったのがちょっと悔やまれるな。残念でした。実は明日から旅行に行ってきます。でただいま絶賛準備中なのですが、これこれG99 用に借りた 9mm のレンズ、これをつけていきます。それと行く場所が山の方なので一応望遠の 35-100 のこのレンズも借りました。でちょっとね天候が危ういんでどうなるかわからないんですが、乗馬もやってくるんですよ。でその乗馬の乗ってる時の動画を撮るように GoPro と、あとはこの GoPro を首から下げる、これなんて言えばの？ストラップと言えばいいんでしょうかね。これも実は借りてました。けどね、ちょっとね、天候が、どうなるか。もし雨だったら中止になっちゃうんですけど、まあそれはそれでしょうがないなってことで、こんな感じで旅行の準備をしているところでした。といったところで今日の Vlog は短いですがこんなところですね。今日も Vlog を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録とか高評価もお願いします。ではでは、これ本当どうしよう。なんかちょっと使いこなせるかどうかわかんないんですが、まあとりあえずは持っていきます。一応必死にマニュアルを読んでるんですが、ちゃんと使いこなせるかは若干不安が残ります。